行きました。どうですか、歌くん。いい顔してる。お風呂入っても寝るだけのご飯食べて、そうです。今日はですね、はい、ここにありますけども、カレー鍋を作って、上からチーズいっぱい乗っけてチーズパーティーをしたいと思います。もうみんなとりあえずチーズめっちゃ好きやろ。大好き。チーズ、チーズいっぱい持ってくるわ。チーズいっぱい持ってくる。キャンプー、キャー、もっとれる、もっとれる。クラフト、私のも。これはもうみんないつも食べてる森永乳業さんのクラフトのモッツァレラですけども、これ本当に美味しいんだよ。これをもうカレー鍋の最後にバッカン入れて、やばい、もうトロトロにしていきたいと思いますね。これモッツァレラやばいよね。こんなトロー鍋だーみたいな。何言ってるかわからん。あのカプレーゼでもよくやってるからさ、そう、あの別に熱入れんでも美味しいしね、もちもちで。後ろにさ、なんか焼きカプレーゼとか、カプレーゼ、普通のカプレーゼとか、モッツァレラのトマトソースパスタとか、いろんなメニュー、いろんなメニュー書いてるよ。モッツァレラ、ベンキッチ、見て、フレッチマルゲリータ、あー、マルゲリータ、もうベンキッチ。じゃあ作っていきましょうか。イエーイ。よし、じゃあカレー作っていこう。オッケー。これ何個入れんの？これ何かけ入れようかな。6かけ。いや、そんなカレーのあれ何個入れるかっていう分け方してんの。あ、いいじゃん。1、2、3ってやりたい。どうしても入れたいとかあんのか。あ、オッケー。パパもうちょっと目分量でいくからね、本当に。そう、やだ。目分量太郎ですから。野菜。はい。お、具材ね。具材。わー、おいにょーい。いいにょーい。おいにょーい。おいにょーい。今ちょっと沸騰するまで待ってますんで、はい、ちょっとお待ちください。変動5連発。はい、変化しないでください。誰も受けへんやん。パパ怖いホラーのやつやね。あー、やべー。あははは、太った。どっか行った。じゃあ大さじ2入れていきます。ほんで、あ、ちょっと待って、まだ満杯入れないと。はい、ここも入れて。よし、危ないよ。あ、よいしょ。あー、やっぱり、まあ、上手。オッケー。よし、いいよ。はい、じゃあ皆さん一つずつ入れてください。2個ずつね。はい、オッケー。はい、オッケー。あ、ちゃんと音ちゃんの見て。一回ちょっと味見こぼせ。味見か。また美味しかった。美味しかったね。美味しい。チーズもう一回入れて。もう一回入れて。これからチーズ入れるよ。どう？まだ具材入れてないじゃん。美味しい。はい、一応カレースープできました。これは、はい、本だしと、あとはみりん醤油とカレー粉で作りましたんで。あ、もうみりん醤油入れた。はいはい。はい、じゃあもう具材どんどん入れていってください。えのきとしめじ、人参、オクラ、お肉と。でもやっぱりチーズ食べるんやったらこのバゲットね、どんどん入れて。ささっとこれを入れないとウンコが食べちゃう。それは、ま、もしやそれもささっと入れないと。はい、具材ちょっと紹介しようか。こちらがえのきで、人参、オクラ、しめじ。うーで、これ濁さないとバレてまうから。レタス、じゃがいも。はい、はい、どんどん入れて。じゃあ私、うんこカレーめんめんだって。ダメ。まあ、カレースープ飲む。カレースープ飲む。カレースープめっちゃ好きやな。人参も入れて。具材よポンポン、具材よポンポン。
じゃあ仕上げにモッツァレラ入れていくよ。イエーイ。これを切って、まず水に入ってるからこの水を出しまして、もちもち、これね、でこのモッツァレラをキッチンペーパーで拭き取りまして、切っていくと、切っていくと、うわこれもちもちやね、やっぱり刺身みたいな。はい、モッツァレラの刺身です、どうぞ。食べます、はい、食べたい。モッツァレラ刺身、さあ入れていこう。よし、トロリン、もうウインナーがすごいことになってる。ウインナーがすごいことになってる。うわぁ、刺身、うわぁ、すげぇ、すげぇ、すごい、すっごい、そう、来ました、トロリチーズ、そう、これはたまらんやろ、やばい、これはトロリじゃん、ウー君の顔、うわトロリじゃん、うわーちっちゃい、いや、トロリやで、これはいいでしょ。ちょっと待って、これな、すごいのよ、これな、ちょっと、パパ遊びがあるの、これで、え、いい、カメラでね、 AR カメラってあってさ、こういうカメラね、絵が描いてあるのね、うん、でこれをチーズ伸ばして、うん、これを伸ばしたチーズをお化けにすんの、うん、おっきい、おっきい、おー、うまそう、みんな大好きやからな、チーズ、チーズどこ、食べてみて、うん、はい、伸びるね、海賊みたいやで、え、おたま食べてみて、パパが、パパ食べんの、おいしい、伸びてるね、おお、いい感じ、いい感じ、モッツァレラの素晴らしさが出てるよ今、カレーチーズ合うんじゃない、やっぱりめっちゃ合う、めっちゃ合う、てかママチーズすくうの達人チーズすくうの達人、毎日チーズを取り扱ってるんだもう毎日チーズ食べてるからな、はい、あ、えのち、えのち、あ、えのちです、絡んでます、絡んでる、えのち、えのちいる方、はい、えのちふーちゃん、保育園の友達、保育園のお友達できたの、うっくん、あれ、うっくん、おゆ、保育園のお友達できたの、最近一時刻できてない、できてない、これ、どんなちゃんとか、え、なんてエビ入ってる、エビ入ってないです、それいいですね、それ、うん、美味しそう、うん、トロットチーズ、トロットチーズ、はい、うまい、すげえ、うん、おいしい、最高、うん、ご飯に合う、パパは自分の目分量に自信を持ちました、おいしいな、チーズ、うん、おいしい、チーズおいしい、あれ、もしかしてこれ、うん、なんだ、なんだすぐ分かってくれる、スティービーワンダー、うますぎて黙るやつね、うん、あー、まだできてた、幸せ、幸せ、アイパ、嬉しいわ、パパ作ったやつこんなに喜んでもらえる、うん、合格点ってことですね、はい、うん、これ一人ずつ何点か言ってください、パパから、パパ自分に厳しいから5点、何点も満点、何点満点だった、10票9は95、嘘、10兆とか100兆とか言ってたのに急にリアルに95、うーい、おー、なにこれ、なにこれ、おー、なにこれ、なにこれ、あんた、めちゃめちゃ、めちゃめちゃ、お化け、お化け、こう、こういいじゃない、いい感じやん、チーズお化け、いい感じ、いい感じ、いい感じ、ほら、いい感じ、え、めっちゃいい感じ、え、めっちゃいいじゃん、ちょっと他のもやってみる、面白いね、他のやってみる、じゃあ、おっちゃん、ま、おっちゃん、魔女、魔女、おー、いい感じ、お、魔女よ、魔女、いい感じ、魔女ですね、魔女になった、お、え、すごいね、これ、かわいい、めっちゃかわいいやろ、うん、おー、い
いですね。あ、お化けお化け。あ、どういう？お化け、それだけ。魔女、魔女、魔女で、魔女で。魔女、魔女。魔女で、はい、魔女、魔女。揺れてる。揺れてるよ。いきますか、どうでした？どうでした？あ、いい、いい、いい感じよ。うん。いい感じ。見せて。わあ、ここがプッてしてる。まあこれ概要欄に載っけときますけども、はい、森永乳業クラフトフレッシュモッツァレラのホームページに載ってますので、ここからそこからダウンロードしたら AR カメラで楽しめるということになっております。考えた人天才。面白いよな。うん、なんか子供たちが楽しめることを考えてくれてんのよ。そう、みんなチーズ好きやからさ。すげえ、やばこれ、やばこれ、これすげえな。でもどうした、ちょっとつけてた。あ、すごいすごい。おぉ、お肉も一緒に。あ、そう、お肉、チーズ、すごいじゃん。お、いいね、いいね。チーズ大戦争。いたね。いや、すごいすごい。チーズ大戦争です。噛み応え。噛み応えも効いてる。すごい。あ、これ肉チーズ絶対美味いじゃん、これ。やばいやばい。カレー肉チーズやばいじゃん、これ。やりますか。おいしい。優勝ねみね、みずさんのやりです。一回ドーンって、いいんじゃない、やってみる。あ、いいいいいい、これ、これいいよ。本当うまい。ねえ、鍋からなんか出てきてるみたいな。チーズ取れたよ、やったありがとう、はっはっ。何ミュージカルやん、チーズ取れたよ、チーズが取れたチーズの旅へ出かけよう、チーズの世界。何それ、チーズの世界行けば誰でも元気。終わった、ちゃんと。はい、ということで今回は、はい、モッツァレラチーズを使ったカレー鍋を作りまして、ミョンおばけ作りました。はい、どうでしたんですか。めっちゃ美味しかったし、美味しかった。でも AR めっちゃ、オートちゃんがめっちゃハマってる。超シャドウがハマってる。だからもうまた撮りたい。あ、そう、うん、また撮りたい。あのカメラ、AR カメラはですね、あの森永乳業のモッツァレラのところでありますので、概要欄に貼っておきますので、概要欄で、見てください。詳しい展示も載っときます。はい、はい、待ってる。いや、これ絶対やってさ、もう早上がるよね、絶対。そう、だから普通に伸ばすだけで楽しいやんか。家族いる人とかも。そう、ハロウィンやからあれお化けやん。あー、そういうことか。だからハロウィンになんか家族パーティーでこういうので遊んでみたらどうっていう。一人の、一人暮らしの人と一緒にこれを見て自分で作って食べたら、みんなと食べてるようになるよね。いや、ほんでなんかさ、その、なんかちょっと映えるやんか。映えるとか、インスタ映えみたいなの見て、はい、カレー作ってよ、お化け、うん、カシャ、うん、あっってなるから。みんなクワちゃんみたいな人じゃん。でも、そう、だからあの写真もさ、むっちゃ可愛いから、撮ってみたらどうかなって思いますし、あと普通にモッツァレラチーズの伸び具合にびっくりしてんけど、パパは。いや、ほんとね、あんな伸びない。だって、ミユの身長以上あったもん、ミユ。だって、伸ばすの疲れたもん、こうやって。確かにな。キャベツとか取った時点でもうついてるもんね。ああ、なるほどね。キャベツ入ってなかったけどな。レタスやけどな。ああ、なんか嫌な言い方。嫌な言い方。でも楽しかったですね。楽しかった。はい、よかったらみんなね、家でちょっとおうち時間やからさ、ハロウィンもなんかパーティーできたりせえへんやんか。うん、外見られへんから。あー、詰まったりできない。そうそう、だからこういうのでちょっと料理で遊んでハロウィン気分を楽しんでみたらいかがでしょうか。これ、この動画を見てみんな楽しんでください。はい、ということで、チャンネル登録。